どうも、どんちゃんでーす。今日はですね、ヘロンプレストンのパンツを買ってきましたので、そちらを紹介していきたいと思います。今年はそうですね、トップスとかジャケットに関してはラグジュアリーブランドのものをね、何点か買ったんですけども、パンツに関してはね、そういったブランドのものを持っていなかったので、まあ一つちょっと買ってみようかなと思って、今日は買ってみました。なので、こちらを今から紹介していきたいと思います、はい、それでは開けていきたいと思います。はい、今回買ったのは、こちらのパンツです。こっちが表ですね。はい、これね、やっぱ高いだけあって、なんか生地がすごい分厚くてすごいしっかりしてますね。はい、で結構まあいろんなとこにこのチャックがついていて、まあここ後ろのね、もう、ふくらはぎだったりもチャック外せたりとかするみたいです。まあ、こういう感じのやつね、ラグジュアリーストリートブランドっぽいですよね。まあヘロンプレストンといったらやっぱオレンジのイメージ強いと思いますが、まあ、腰のとこにはちゃんとオレンジのタグがついています。はい、まあヘロンプレストンとかね、オフホワイトとかってね、日本の正規代理店がイーストランドっていうところになるので、まあ、ちゃんとそれを証明する、まあ、イーストランドタグもくっついています。まあこれが一応本物の証という感じですね。うん、なんかすごくやっぱりね、何千円で買えるやつとはもう触って違いが分かる感じですね。うん、これはね、まあ、ちょっと太めのパンツになるんですかね。試着して買ったんですけど、 S と M を試着した結果、まあ、今回はね、せっかく太めのパンツなんでちょっと大きめな M サイズにしてみました。はい、こちらをじゃあ試着していきたいと思います。はい、着替えてみましたがめっちゃいいですね。そうですね、結構ごついパンツなので、まあ、トップスが結構こんくらいでかいと相性がいいかもしれないですね。股上が結構深くて腰がこの位置なので足がめっちゃ長く見えます。はい、別のコーディネートもやってみます。はい、こんな感じになりました。このパンツなんですけど、結構生地がすごい分厚くて、何気にこのフロントの部分ボタンフライになっていて、まあ、ボタンも結構硬くて留めづらかったんで、すごい動きにくいのかなと思いきや、結構なんかすごい動きに関してはね、動きやすいんですよ。なんか不思議ですけど、なんかそういう作りになってるんでしょうね。まあさすが高いだけあるって感じです。はい、もう一個ぐらいね、別のコーディネートで試してみたいと思います。はい、最後はね、ラグストブランドでまとめてみました。そうですね、今回僕パンツ M サイズを買ったんですけど、まあ、M サイズでも結構ウエストが、まあ、緩くて、まあ、S サイズとどっちにしようか迷ったぐらいなんですよね。やっぱラグストブランドって結構デカめに作られてるので、普段全身僕は XL を着てるんですけども、まあ、このジャケットがフィアオブゴッドのジャケットが S サイズ、エッセンシャルズのスウェットが M サイズ、
で、そしてね、このヘロンフォレストのパンツが M サイズっていうね、まあ普段よりね、2サイズも3サイズも下のものを選んでも、こんな感じっていう感じですね。はい。というわけで、今回は、ヘロンプレストンの、パンツの紹介でした。それじゃあ、またねー。